お酒と女には溺れるな。はい、こんにちは。高学歴 YouTuber のタクです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。今日はね、まあ格言というかね、有名なよく、年配の方がね言われる、お酒と女には溺れるなっていうね、言葉があると思います。まあね、僕これ別に詳しいわけじゃないんだけど、なんかね、結構これ有名な言葉じゃないですか。お酒と女に溺れるなっていうね。まあこれね、男性としてね、もちろんお酒もね、適量必要だし、女性もね、適切に必要っていうことなんだけど、あまりそれがね、ハマっちゃうと、まあ人生台無しになったりとかね、まあ妻がいるね、男性であったらね、こう、家庭が崩壊しちゃうっていうね、ことがあるのでね、お酒と女に溺れるなっていうね、まあ格言みたいなものがね、あります。あるのかな、わかんないんだけど、なんかよく言いますよね、昔の人は。で、まあ、今の人ね、そんなことないですよ。今の若い男性はね、お酒もほとんど飲まない、草食系が多いんで、この格言がね、当てはまらないですよ、本当に。で、だけど、まあ、僕の YouTube 動画ね、結構年配の方がね、まあ、投資系は特にそうなんだけど、見てくれてるんで、投資系はね、なので、こういうことをね、ちょっと言ってみました。で、本当にこのゴールデンウィークね、9連休なんだけど、何しようかなと思って、結構暇なんですよね。で、僕が考えてね、思いついたのは、まあ、ブルーライン全域制覇しようかなと思ってます。まあ、ブルーラインね、横浜にブルーラインっていうのがあって、地下鉄なんですけど、その駅をね、とりあえず全部巡る。駅に全部降りてね、YouTube の動画撮るというね、企画、この前からちょっとやってるんですけど、まだね、新横浜と横浜だけしか撮れてません。で、まあ、全駅ね、降りてね、周り何があるかとかね、行ってみたいと思ってるんですけど、ゴールデンウィークにしようかなってちょっと考えてます。あとはね、まあ、そのブルーライン全駅制覇するぞ企画ね、それをやろうかなと思ってます。あとはね、ナンパ企画。これね、やろうかなと思ってるんだけど、僕そういうキャラじゃないですよ。僕超真面目なキャラなんで、そんなことやっちゃうとね、なんかね、こう、婚活系 YouTuber として、なんか、女性の方から超ね、低評価されそうな感じがしてね、どうしようかなとか思いながら考えてます。まあね、なんだろう。この婚活市場においてね、婚活市場って狭いんですよ、実は。まあ確かにね、その、婚活しようとしてる女性っていっぱいいるんですよ。いっぱいいるんだけど、その市場全体からしたらね、狭いんで、それよりはね、こう自分のタイプのね、ちょっとね、細身でね、スタイルが良くてね、ちょっとギャル系のね、女性、ナンパしたいなとか思ってるんだけど、まあね、そんなことしちゃうとね、なんか、本当に女性から低評価されそうでね、ちょっとね、やめようかなと思ってます。まあね、僕ね、好きなタイプの女性がね、2ついて、1つはね、小さくてね、可愛い子なんですよ。で、2つ目はね、こうね、細くてね、ギャル系の人。この2つがね、結構タイプなんですよ。で、まあ、なんだろうな、こう、あれなんですよね、こうなんか、なんだろうな、まあ、タイプって人それぞれ違うじゃないですか。どういう人がね、タイプかっていうのはね、これ違うんでね、まあ、婚活されてる女性の方とかからしたらね、なんか、こう、お見合いでね、振られまくってる女性からしたらね、本当に何が悪いの、私の何が悪いのって思っちゃうかもしれないんだけど、男性っていうのはね、それぞれタイプが、女性のね、見たときにタイプが違います。なのでね、なんだろう、こう、婚活系 YouTuber が言ってるね、なんか、その迷信みたいなね、迷信ですよね。いわゆる営業動画なんか見ても、役に立たないですよ、正直言って。婚活アドバイザーが、なんだろう、自分たちの、相談所に会員を集めるためにやってる、まあ、いわゆる営業トークで、あれ見てなんか、男性をなんかキャッチできる、捕まえれるとはね、まあ、僕は限らないと思うんだけどね、なんか異常にね、
女性たちはあれをね、なんかこう真剣に捉えてるっていうかね、あれを見てね、婚活っていうのはこういうものだみたいな、なんか勝手に思い込んじゃってるんですけど、まあ、僕はあれあんまりおすすめじゃないですね。ああ、梅酒がうまい。うまいな、梅酒。今日ね、梅酒買ったんですよ、本当に。うまくて、うまくて。やばいですね、梅酒。あんまり飲みすぎちゃうと、本当に、ダメなんですけど、うまいな、とか思いながらね、飲んでます。まあ、横浜はね、あんまりね、そういう居酒屋とかね、飲むところがね、ないんですよ。あるんだけど、そのなんか古い、昔ながらのところが多いんですよ。わかります？つまりスナックみたいなね。おばさんたちがやってるスナックみたいなところが多いですよ。居酒屋っていうよりスナックね。居酒屋は、なんか、結構年配の人が来るような、なんかこう、大衆居酒屋みたいなね。パブですね、パブ。英語で言うとパブね。が多くて。まあ僕、外国に留学してるときは、パブで結構飲んでたんだけど、僕お酒好きだったからね。飲んでたんだけど、まあパブで飲んでたら、結構ね、外国人の方とかね、ホワイトの人たちがね、ショットっていうお酒をね、おごってくれたんですけど、ショット。まあ、日本でいう、なんだろう、こう、おちょこに入った、こう、日本酒みたいなもん。度が高くてね、量が少ない、ショットっていうんですけど、こうね、本当に小さい、こう、なんか、小さい、こう、なんだろう、こう、グラス、小さい、本当に小さいグラスにね、本当に 50ミリぐらいしか入ってない。50ミリリットルぐらいしか入ってないような、小さい、こう、お酒なんだけど、それが度が濃くてね、それをまあ一気にガッと飲むっていうね、ショットがあるんですけど、あれを結構おごってくれましたね。まあ、外国人もね、結構ね、お酒好きなんでね。僕、外国留学してるときはお酒結構飲んでたなとか思いながらね、今は思ってます。で、ということで、まあ、皆さんお酒好きな人もいると思うんだけど、女とお酒にはね、溺れないようにしてください。まあ、溺れるっていうのは、それ、お酒飲みすぎてね、女性をね、こう、いっぱいね、自分のものにしようとして、結局人生失敗するよっていうね、まあ、これ格言があるんでね、注意してくださいね。はい。ということで、今日はこれで終わります。最後までご視聴していただきありがとうございました。最後にチャンネル登録といいね、よろしくお願いします。ありがとうございました。